はい、皆さんどうも K です。今回ですね、タイトルの通りなんですけど、何個か前の動画に、こういうようなコメントをもらったんですよね。バッカンでおかっぱりするなんてバカじゃねえかと、そういうコメントをいただきまして、いや、おい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 、ちょっと待ってくれよと。じゃあ琵琶湖の人たちはどうなるんだと。琵琶湖ってやっぱめちゃくちゃバッカンで釣りしてる人多いですからね。もうそれをこう全否定するようなコメント、さすがにね、なんもないですけどね。特になんもないです。全然。僕の意見としてはね、いや、ごもっともと。バッカンはでけえ。ただね、ちょっと今これ見てください。こういう状況なんですよ、僕バッカン。よいしょ、見えるかな。入れるのは入れられるんですけど、この、僕がね、その荷物を絞りきれなさすぎて、こういうような状況になってますね。まず、ルアー。これは、この間おかっぱりというか、ちっちゃいバッグに入れていたやつかな。これ。これでしょ？まあまあ、この中にはプラグが入ってるわ。プラグでしょ？そして、これ、いるよね。で、琵琶湖行くなら絶対いるんですよ。このウエイト測るやつ。これ絶対いる。で、あとメジャーいるでしょ？それから僕のステッカーでしょ？たまーに視聴者さんに声かけていただくんで、その方々にはお渡ししてるんですけど。ステッカー。こういう、なんだこれ。なんか、ヘビキャラ、あ、そうそう、ヘビキャラね。ヘビキャラの道具が入ってます。で、ここには、これ僕結構使ってます。スナップ入れをここに入れる。で、ハサミにペンチが入ってるかな。うん。これね。これ結構重たいよ。シンカーとかも入ってるから、ヘビキャラのワイヤーだけじゃなくて、重たいシンカーとかも入ってるから、かなり重たい。あと、ヘビキャラ以外なんかあったな。あー、チャターとか、ジグとかも入ってるね。いやー、まあ、琵琶湖でバッカンでね、ヘビキャロとかで、ずっと粘るよっていう人はいいと思うんですよ。ただね、まあ、琵琶湖もそうですし、他のフィールドとかやっぱ結構動くじゃないですか。動くときにこれはデカすぎる、本当に。最近ね、ちょっと他のフィールドでもこのバッカン持ってってるんですけど、いやー、まあ、動きづらい。確かにおっしゃる通りなんですよね、コメントの。今もこの中に、これもね、考え物なんですよね。こんないるって。こんないります、おかっぱりで。ワッキーのフックでしょ？で、なんかこうし、ネイルシンカーとか、あとダウンショット、アノストシンカー、テキサスとか、僕してるとこほぼ見たことないでしょ、本当に。やるのかっていうものも入っちゃってるっていうね。で、あとは、これヘビキャロ用のライン、12ポンドかな。そして、こちら、根掛かり回収機。これも入れてます。そして、これ、スプールの替えが入ってます。ステラのスプールが2つ入ってる。で、これプラグでしょ？ほら、さっきプラグあったのに、またプラグあるんだから、もう、どうなってってんの。プラグが入ってるでしょ。で、これワーム。ワームのボックスの中に、これ便利、すごい便利なんですけど、やっぱね、絞りきれてない人は便利っていうだけかもしれない。この中にヘビガンとか、ダウンショット系かな？ダウンショット系のものがここに入ってます。この中に。そしてワーム。ストレートワーム、ヘビキャロ、ヘビダンの具、それから、ここには、シャット系。で、ここにフックね。ここにフックが入ってます。この隙間、見える。この隙間にフックが入ってますよ。これね。これは、これでバッカンで持ち込むならすごい便利なんですよ。で、ここにさらに、ワームボックスもあるっていう。
今ちょっとシャットテールの癖がつくから、綺麗に並べてますけど、本当はこれバーンって中入れて、この中に入れて、これ入れて、いく感じ。で、さらにここに三脚とかも入ってるからね。この荷物まとめられない病というか、本当に皆さんね、おかっぱりのバッグってマジで悩まん？悩みません？ということで、今回買ってきましたよ。なんかいろいろ整理したくて、こういうマグタンクのフリーとか、あとこれ、これ、まあちっちゃいバッグですね。これ多分持ってる人多いんじゃないかな。ダイワのバッグなんですけど、これがすごい良くてね、泥だらけになってすごい匂いがついちゃって、先代は引退したんですけど、それの先代の同じ形のちっちゃい版。これね、ここが、あれ？ここがね、面白くて。ガバッと開けるんですか？まあまあスペースあるように見えるんですけど、まさかのね、これね、これバーサスの何番かな？ 3039 で割と、なんていうかな、そんなに大きくないタイプなんですけど、これがね、入らないっていう。もう無理やり、持てるものを少なくしていこうっていうスタイルで、おかっぱりは行きたいなというふうに思ってます。まあ、琵琶湖はね、爆艦で行くことは多くなると思うんですけど、やっぱり、ね、他のフィールドはもっとコンパクトで行こうよっていうことで、こういうやつをね、こういうやつを、ワームとか、そういうので小分けしといて入れるっていう。マグタンクフリーっていう。このケース、大好きなんですよ。さっきプラグでも使ってたんですけど、これは流儀とコラボしたやつですけど、このケースなんかね、すごいおしゃれというか、めちゃくちゃ好き。ちょっと開けていこう。ごっそり入れるクリア防水のケース。これいいよ。これ大好き。てか、むしろね、僕、この、琵琶湖で釣りしてる方に聞きたいわ。バッカン使ってる人に。バッカン、さ、こうやって僕みたいにね、いろいろこう、ぶち込むじゃないですか。こういう風に。で、ぶち込んで琵琶湖だけならいいんですけど、その他にも、釣り場に行く方とか、どうするんですかね。ワームとかさ、必要なプラグとかさ、何が言いたいかっていうと、バッカンを持っていかずに、ちっちゃいバッグとかを、他のフィールドに持っていってる方は、琵琶湖用にこう全部、自分が使いたいなと思うものを詰め込んだバッカンの中から、いちいちこう出して、ボックスに入れてんのかな？最近ね、本当にこのボックスの悩みというか、が大きくて、琵琶湖はバッカンでいいかなと思ってるんですけど、こういうね、こういうやつを使って、こう、スポッと、こう入れていく。こういう。マグタンクフリーであれば、でかいのとちっちゃいの。まあ、あとちっちゃいのもう一個ぐらい入るかな。これ XL も買ってきたんで。これは無理か。あ、いけんことはないか。あ、きついかな。またこれいっぱい入れちゃう病ですね、これ。だから、ワーム入れでしょ？おかっぱりのワーム入れ、ルアー入れ、これでいいんじゃない？こうやって。うん、これでいいや。こうしといて、あとこの、おかっぱり用、てか琵琶湖以外用に、こういう感じ。いや、これ入らんな。あ、こうしようか。ね。こうしようかな。こういう感じ。これでどうかな。ここにワームでしょ。フックシンカーとかさ。ちょっとその、琵琶湖行く場合と他のフィールドに行く場合の荷物のこう入れ替えがすごいめんどくさいんですよね。これをどうしてんのかっていうのをぜひ、
教えてください。これ本当に便利よ、このバッグは。これはめちゃくちゃ便利です。まあ、琵琶湖もね、なんかプラグで流す、プラグで流そうかなみたいな。そういうタイミングはもうこっちに入れ替えて使えばいいかなと思うんですけど。いやー、バッグの悩みは絶えませんわ。やっぱ持っていけるものに限界があるからね。バッカンだったらめちゃくちゃ持っていけるけど、その代わり機動力というか、動きが遅くなるし、こっちにすると、ぴょこぴょこ動けるようにはなるけど、持っていける量がめちゃくちゃ少なくなるし。皆さんなんかまたね、俺はこうしてるよという方がいらっしゃったら、ぜひ教えていただきたいなと思います。まあでもね、そのおかっぱりもどういうスタイルかにもよると思うんですよね。いや、俺は一箇所で固まって、いや、ここって決めたポイントがあったらそこでじっくり粘るんだよっていう人は、バッカンとか、あるいはこういうボックスでもバッグでももっと大きなタイプ、それを一個持ってってボーンって置いて、そこで、1時間とかやる。で、そういうスタイルに依存するところが大きいから、別にあれなのかな。てか琵琶湖で、そうそう、バッカンメインで行ってる人やな。バッカンメインで琵琶湖行ってるよっていう人で、他のフィールド行った時どうするのかっていうのが聞きたいわ。どうなんだろうな、これ。これが難しい。だから今僕が思ってんのは、もういちいちこう入れ替えていくしかないかなというふうに思ってるんで、ちょっとこれでしばらく実践してみます。皆さんなんか、ご意見というか、アドバイスありましたらぜひ教えてください。それじゃ、バック難しいわもう。